こちらベーチャンネルです。今回はこの旅の最大の目的地高野山に行くお話です。特性を離れ煩悩を忘れ心を惑わす元凶を打ち払うことができればこれからの人生を穏やかに過ごすことができるでしょう。多分消えへい。まずは和歌山ラーメンを食べに井出商店に向かいます。今度こそ、いよいよ高野山を目指します。ここをキャンプ地とする。
Thank you.
の品が終わりましたので、動画を一旦区切ります。次もまだ高野山の続きなのですが、ここやあそこも行きます。乞うご期待。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。